皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂谷敦です。今日は3月20日月曜日ですね。今日ご紹介するお料理は春を感じられるようなイカを使ったお料理をご紹介します。材料こちらです。イカは、小イカです。柔らかいですね。柔らかくて美味しいですね。この時期小さいイカが手に入りやすいと思いますので、そちらを使って料理していきます。まず付け合わせのポテトの用意、じゃがいも、じゃがいものピューレ、マッシュポテトを作っていきます。水から茹でますね。でじゃがいも茹でてる間に他の準備、芽キャベツは半分に、ゲソと胴を分けます。胴の中の軟骨ですを取りましょう。いいですか。ゲソと胴を分けて軟骨を取っておくと。それからゲソは目玉の下で切り落として、目玉の下で切り落として、口がついてますから口も取っておきましょう。これ硬いですからね。目玉の下で切り落として、くちばしがありますから、このくちばしを取っておくと。これを水洗いして、水分よく切っておきます。はい、裏ごしします。マッシャーとかでもいいですね、ご家庭だったら。この状態です。牛乳温めて、牛乳別の鍋でね温めます。でじゃがいもはお鍋に移しましょう。牛乳が温まりましたので、じゃがいもに加えて、牛乳溶かしたところにバターつないでいきますね。胡椒です。白胡椒にイカスミ、イカスミ入れなかったらもうじゃがいものピューレ、マッシュですね、普通の。今日はイカのソテーの、付け合わせとしてイカスミを入れたアレンジをします。ではこのまま保温しておきます。フライパンにオリーブオイルを入れて芽キャベツです。これぐらい焼き色がついたら一旦取り出します。で再びオリーブオイル足して
カを焼いていきます。ゲソですね。ゲソ。でもう一度取り出しておきます。イカの旨味が残っているので、芽キャベツ戻し。できるだけ漬けた芽キャベツを戻して。軽く塩をしてお水で芽キャベツに火を入れていきます。でまずイカスミポテトですね。濃いイカのソテー、バスク地方の甘長唐辛子ですね。日本の唐辛子とはまた違って少し甘いパプリカを干したみたいなをかけて、でハーブを散らしましょう。小イカのソテーへ、イカスミポテト添えの完成です。はい、では試食していきます。イカとキャベツ、イカスミソースをつけ、イカスミポテトをつけて、シンプルなお料理なんですが、イカは小さいとですね非常に柔らかくて、食べやすいんですね。大きなイカはこう硬かったりとかするんですけど、非常に食べやすい春の小さなイカです。その炒めたフライパンでキャベツを火を入れてますので、イカのうまみを吸ったキャベツと、でじゃがいもの、春のじゃがいものピューレにイカスミのアレンジっていうお料理です。非常にこう、馴染みやすい味に仕上がってます。見た目は斬新なんですが、馴染みやすい味に仕上がってますので、ご家庭での、ちょっとしたアレンジにご活用いただければなと思いますので、ぜひお試しください。セボンです。